噴休前景堺市役所21階展望ロビーより、任徳天皇もず、耳原中領廃所大仙陵古墳、または大仙古墳は大阪府堺市堺区大仙町にある古墳、天皇陵。形状は前方公園墳、モズ古墳群を構成する古墳の一つで、日本最大の古墳にして、世界最大級の噴墓である。 実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁によりモーズ、耳原中領として、仁徳天皇の両母に事情されている。仁徳天皇領や仁徳領古墳とも言う。ユネスコは2019年7月6日、仁徳天皇領古墳を含む、モーズ、古市古墳群を、世界文化遺産として登録することを決定した。採集されている、の特徴から世前半から、 中ばに築造されたものと考えられている。前方部埋葬施設の副葬品は五世紀後期のものと考えられるが、前方部に存在する副次的な埋葬施設の年代として問題ないとされる。事情について、危機、演技式などの記述によれば、モズの地には、仁徳天皇、藩税天皇、理中天皇の三両が築造されたことになっている。しかし、 それぞれの産業として、現在区内庁が自情している古墳は、考古学的には、理中天皇陵、民徳天皇陵、半税天皇陵の順で築造されたと想定されており、大きく矛盾が生じている。このことから、モズの巨大古墳の中で最も古く位置づけられる、天理中天皇陵を、伝人徳天皇陵に充てる見解もある。しかし、この場合は口実する。 演技式の記述と大きく食い違うことになる。大占領古墳の規模について、堺市の公式サイトでは以下の数値を公表している。ここでは、タイの後に2018年4月12日区内庁の3次元、測量調査による修正値を記載する。墳球町は、第2位とされる大阪府羽曳野市の本田五秒三古墳の425メートルを上回り、日本最大である。 噴球本体の体積は、コンピューター計算により164万立方メートルと、水面上の体積だけで、ホンダ5秒3個分の143万立方メートルを超えていることが分かった。525.1メートルと水中4メートルからは40メートル以上も、全長が伸びて、水中からの体積は210万立方メートルにも、及び、 はびきのしのホンダ五秒三古墳よりも体積もさらに大きくなる。ホンダ五秒三古墳の体積143万、立方メートルは空の堀からの体積で変化はしない。底面積、表面積ともに12万1380平方メートルは、ホンダ五秒三古墳よりも、はるかに広くなる。区内庁の調査は重要で考慮しておく必要がある。なお、110号の下には、 ヘドロは水の2倍以上も堆積していて、噴球の裾はヘドロの中に食い込んでいて600メートル以上ある可能性もある。堆積は300万立方メートル以上と旗の思考定量を超える堆積の可能性もある。前方部を南に向けた前方公園噴で前方部と公園部のつなぎ目の首レブには左右に作り出しを設けている。噴球は3段からなるが噴球には 多くの谷があり、宮内町所蔵の実測図でも、噴球の投降線の乱れが著しい。この谷の成因については、自然崩壊のほかに、噴球が未完成だったという説も提起されている。現在噴球は、三重の集合で囲まれているが、江戸時代の元読年間に、当時の堺部業所の指示で災害部の堀は一部を除いて二十歳に開墾され、ほぼ二十号のような見かけになっていた。 江戸時代の絵図、へさき松陵絵図上に三十目の堀の南西各周辺が残存した姿が描かれており、また残存部以外でも農地の地割りに堀の痕跡が認められるため、堀はもともとは三十であったと考えられる。現在の三十目の堀は埋没部分を1896年に堀り直し復元されたものである。明治政府によって行われた採掘策工事によって、 堀が、築造時通りに復元されたかは、疑問が残る。最近の発掘調査によると、前方後円墳の築造時には、墳球の斜面は、吹き石で覆われ墳頂部には、円筒埴庭が並べられていたとされ、五色塚古墳など、そのような外観で復元される古墳が多い。大仙陵古墳で、明治維新の直前から現在まで研究者などの、 立ち入りが全く認められていないため外表施設について正確な情報はないが、上記の見え合う掘削の際に出土したと言われる、女子人物頭部や馬の頭や東側の作り出しから多数の大亀の破片が出土したとされる。また、江戸時代には住民の立ち入りが認められていたため、この付近の庄屋であった南家の1795年の文書には素焼きの水亀が並んでいたことや、 殺大使が多いことが記されている。石室、石棺図前方部中段で発見されたとされる縦穴式石室と長持ち形石棺の絵図。堺市博物館展示。公園部は最も重要な人物が埋葬されるが、江戸時代には埋葬施設の一部が露出していた。江戸中期の1757年に書かれた全堺井昇には、 長さ318センチメートル幅167センチメートルの巨大な長持ち型石棺が認められ、しかも洞窟されている棟が書かれている。前方部正面の二段目の斜面からも縦穴式石室が見つかっている。1872年に風雨によって前方部前面の斜面が崩壊して埋葬施設が露出した。その際の発掘調査で石室と石棺が掘り出されている。 残された絵図面によれば、その埋葬施設は、長持ち形石棺を収めた縦穴式石閣で、東西に、長さ3.6から3.9メートル、南北に、幅2.4メートル。周りの壁は丸石を積み上げ、その上を3枚の天井石で覆っている。公園部埋葬施設の副葬品は知られていないが、前方部の石室は1872年の、 発掘調査の際に、石棺の東側に、甲冑並びガラス付き立ち金具の破裂等が、石棺の北東に、金具、アリセザル鉄刀二十口とが発見されている。なお、この調査では、石棺の開封調査は行われていない。ボストンの忍徳良質土品アメリカのボストン美術館に、忍徳天皇良質土とされている道鏡や、関東大塔などが収蔵されている。これらの品は、 1908年にはすでに博物館に所蔵されていたようで、梅原松次によって紹介されている。宮内庁所領部の研究によると、これらの出土品は、ボストン美術館中国日本美術部勤務であった岡倉角造により、1906年に京都で購入された可能性が高いという。また、地年代は、6世紀の第一四半期を中心とした時期であり、 古墳の築造時期とずれがあるという。倍長は倍塚と読み、倍長とも言う。倍長は近親者や従者を葬ったとされる大古墳の近くに存在する小さな古墳である。大占領古墳で宮内町が指定、管理する倍長は十二基ある。坊津山、源の江門山、大安寺山、茶山、長山、丸保山、小山、ト井の谷、道亀山、狐山、 龍、佐山、孫田雄さんである。しかし、長山古墳は、規模が大きく、作り出しを有する前方公園墳であること。坊主山は、三重号外園から264メートルと遠い、ことから倍長とは考えにくい。逆に坊主山より近くにありながら、宮内町が指定していない塚めぐる、鏡塚、遊具も一丁南、おさむ塚。 昭和初年頃まで存在していたホタテ会式一期は、倍長の可能性が高い。異常により倍長は15期あるとされている。古事記では、大佐崎は83歳で崩御したといい、モズの耳腹に寮母があるとされる。日本書期には、仁徳天皇は87年正月に崩御し、同年10月にモズ屋寮に葬られたとある。平安時代の法令集である、演儀式には、 仁徳天皇の三笹ぎは、モーズ、耳原中領という名前で、泉国王鳥り郡にあり、長域東西八丁、南北八丁、両子五煙、と記述されている。なお、長域東西八丁、南北八丁、という敷地が、他の領母と比較すると群を抜いて広大であることから、ここに記される、モーズ、 耳原中寮が東古墳を指していることは間違いないと考えられる。中寮というのは、この古墳の北と南にも大古墳があるからで、北側は半勢寮南側は理中寮であると記されている。境鏡には豊臣秀吉が東古墳でしばしば漁を行っていたと記されている。また、境鏡には東古墳が任徳天皇寮であると記されており、 江戸時代にはすでに、忍徳天皇陵として認識されており、現在でも、近隣市民からは親しみを込めて、忍徳山と呼ばれている。また、尊楼思想の紅葉に合わせて、整備や管理強化がたびたび行われている。1685年に公園部の洞窟港が埋め戻されたことを手始めに、元禄の修漁で公園部墳町に柵を設置。 教法の修領時には10号と20号の間の筒みに万人小屋を設置。1853年には公園部に設置されていた金板書を筒みに移転するとともに公園部の柵を積成に変更。1864年には文久の修領の一環として前方部正面に廃所を造成している。また、この時に、 墳丘西側川で途切れていた110号と20号の間の包みを接続させる工事が行われ、110号と20号が切り離されている。翌、1865年には朝廷より直視が参考し、現在へとつながる管理体制となった。次第に管理が強化されていったが、幕末までは公園部分庁などを除き、古墳に自由に出入りすることが可能であったという。また、 東古墳所在地である大鳥群へ崎松村と北隣の中筋村は大仙領域から高地へ考え用水を引いていた。1872年の前方部斜面の崩壊により埋葬施設が露出したことを受けて境県県令、最小淳等による緊急発掘が行われた。この時の調査は古川急行の執筆、柏木正規の作図による 人身10月大戦領より現れし石棺の考え、同図録とその点図、明治人身5月7日泉国大島郡、仁徳天皇御陵南の堀口地方出現の石棺並び四角の図及び甲冑の図としてまとめられた。ただし、この記録は関東大震災により大半が消失したため発掘の過程や程度などの細部を伺い知ることはできない。形状を表す大戦、 大戦、悲壮者を表す人徳、これに続けるものに、学術的な古墳、両母としての両、天皇両、御両、定両と多数の組み合わせが生じ、混乱している。また、平気する場合も多いため、より多種にわたってしまっている。江戸時代の絵図等では、人徳天皇両、第三両の表記が見られる。主因は、人徳天皇の墓かどうかの論争にあり、1971年、 以降、仁徳領の名称で呼ぶことが提唱された。しかし、これでは仁徳天皇の墓であることを否定したことにはならない。ため、1976年以降、より学術的な遺跡の命名法に則り、大占領古墳の使用が始まった。宮内庁は仁徳天皇の墓に否定しており、地図上では仁徳天皇が採用されている。また、国民的にも、 国際的にも定着した名称を重んずる意見も多数あり学術用語としては流動的で未だに確定しておらず、いずれもが正式名称として使用可能である。現在では、堺氏が町名に大戦を採用したことからより、大戦よりも大戦が定着している。また、任徳五両、任徳定量よりも任徳天皇両が定着、任徳天皇歴史の教科書に、 世界最大級の墳墓として掲載され、区内庁管理のため領域内への自由な出入りは、できないが、堺市の主要な観光地となっている。最も墳級に近づけるのは、正面の廃所で20号の外側園庭まで立ち入ることができる。2000年には、特別参拝として20号の内側園庭まで立ち入りが許されたことがある。見え堀に沿って周遊路があり、 領域を一周することもできる。堀に住むブラックバスやブルーギルを狙った釣り人のゴムボートによる無断立ち入りが昔から後を立たず、警備上の問題点とされている。考古学上は、仁徳天皇の見さぎであるとすることに否定的な見解が唱えられているが、築造時期が五世紀前半から中頃との見方が確定することによって、むしろ文献史学上で想定される。 仁徳天皇の活動時期に近づくとする見解もある。ただし、宮内庁が調査のための発掘を認めていない現状において、学術上ここが仁徳天皇陵であると確定することは不可能となっていることから、現在では教科書などを含めて大占領古墳とされており、仁徳天皇陵は中期に伝人徳陵となるに止まっている。堺市内には、 他にも二つの天皇陵があるが、単に五陵といった場合は、任徳天皇陵を指す。また、堺市の地区名や町名には、陵西、陵南、皇陵など、この古墳からの方角にちなんで付けられたものがある。堺市役所高層館21階の展望ロビーからは、巨大な前方公園墳の全容を演望することができる。うっとした木々が茂り、多くの鳥や、 昆虫の楽園となっている。大仙公園とともに、大阪緑の百選に選定されている。現在の植生は、明治20年から3年かけて、紛糾を覆っていた笹を伐採し、松や杉、菓子などの苗木19万本以上を植樹した結果で、ある。この植樹は、大正時代、明治神宮の森を増林する際のモデルとなった。諸外国の領母と比較して、 大戦領古墳の調査が進まないのは天皇領は現在も続いている王朝の領母だからだと指摘されている。世界遺産の始皇帝領やエジプトのピラミッドの被葬者の王朝は現在は途絶えており発掘調査されている。日本の皇室は日本の建国から一貫して続いているとされており、たとえ古代の天皇領であっても現行、それを発掘調査することは 王朝交代を経験していない日本にとって非常に抵抗の大きいものである。2018年10月15日、宮内庁は今月下旬から堺市などと共同で第三行古墳を発掘すると発表した。古墳保存のための基礎調査だが歴代天皇や皇族の領母を宮内庁が外部機関と共同で発掘するのは初めて。同年11月22日。 採掘調査中に、埴輪や石敷が発見された。政霊指定都市となった堺市では、大占領古墳を含むモズ古墳群をユネスコの世界遺産に登録する計画が持ち上がった。しかし、大占領古墳は、公室用財産であり、登録条件である、当該国または、地方の法令による確実な保護管理を担保することを満たしていない。この点については、 内庁、文化庁、大阪府、堺市等関係機関が協議継続中である。2008年9月26日、任徳天皇陵を含むモズコフ群、古市コ墳群が世界遺産の国内暫定リストに追加された。2019年5月14日、ユネスコの諮問機関、イコモスは前年9月に行った現地調査などの結果、世界遺産への登録が 適当とする勧告をまとめた。これにより、6月30日から7月10日にかけて、アゼルバイジャンにて、開催予定のユネスコ世界遺産委員会で正式に、世界文化遺産に登録される見通しとなった。例は最初であり、大阪府下でも初の世界遺産登録となる。ユネスコは2019年7月6日、 第43回世界遺産委員会において、日本が推薦する大阪府堺市の任徳天皇、両古墳を含む、モーズ、古市古墳群を、世界文化遺産として登録することを決定した。堺市文化観光局や、公益社団法人堺観光コンベンション、協会観光ガイドなどでは、大仙両古墳を、区府王ピラミッド野心の思考定母寮に並ぶ、世界三大墳墓としている。 しかし、これらは何を基準に、三大としているのか、不明確である。例えば体積では、大仙古墳は、水面上では164万立方メートルで、思考堤防や区府王ピラミッドをはるかに下回り、カフラー王のピラミッドや赤いピラミッドにも及ばない。しかし、区内庁の三次元調査で、ヘドロの底までの墳球525.1メートルの、体積は210万立方メートルで、 クフ王のピラミッドや真の始皇定量に迫り、8メートルも堆積しているヘドロの底の噴球は600メートル前後あると考えられる。堆積は300万立方メートルを超えて、真の始皇定量を抜き堆積も世界最大になる可能性がある。高さはヘドロ8メートルからでも47.8メートルになり、外国の古墳には及ばない。なお、世界遺産は、 原損面積しか取らない。消失した部分の復元はオリジナルではなくなり、世界遺産の資格はなくなる。オリジナルとされる大占領古墳の原損面積は46.7ヘクタールである。ホンダ五秒産古墳は西側の二重の堀や日下げが消失していて、世界遺産登録で復元は許されない。ホンダ五秒産古墳の原則面積は十五ヘクタールと大占領古墳の 約半分である。ありがとうございます。